よいしょさあ、というわけで始まりました、バー830の花輪でございます。さあ、今日はですね、いろいろ動画撮ってきた中で多分一番くだらない企画なんじゃないでしょうかということでございます。さあ、というわけで、本日のゲストをお呼びしたいと思います。タカクーワー、どうもどうも、バー830のタカクーワーです。お願いします、はい、うちのお店にあるウイスキーの中でですね、はい、コルクを開けた時の音、どれが一番素敵な音が奏でれるか選手権ですね。くだらないですねめちゃくちゃくだらない企画、やばいですよね。需要ありますこれ誰も見ないから再生回数ゼロの可能性が、再生回数ゼロで悪いね山ほどついてるどういうことですか、ほんまに。これはタイトルだけでバッとそうそう、タイトルだけでバッとたまにあるじゃないですか、このポッみたいな、はいはいはい、あ、気持ちええ音みたいな、はい、あります、あります。え、何今の音っていう、はい、あの気持ちええ音、はい、どのウイスキーが一番出るのかを確かめたいっていう。なるほど。もう本当にもう、はい、探偵ナイトスクープみたいないやー、これまあ僕たちのね、まあ、お店のウイスキーの数でそこまでないですけれども、おそらくこれが一番いい音するんじゃないかって思うやつってあるやんか。あります、ね、あ、それをちょっと一個ずつやっていこうよということで、はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、あ、まず狭間さんから。俺からいこうか、じゃあね、はい、まあ、コルク大きい方がいい音になるんじゃないかという意味では、なるほど、エドラが入って、ああ、うん、いや、これはいい音だと思います。いきますよ、はい、あれなんかキュイーンって言いましたよキュイポインなんか想像してたのはポンみたいなのを想像してたんですよすごい、でもええぞ、でもえ、いやいやいや、えキュイーンって言ってるから、おいい音なんですかね。あ、でもまあ暫定1位、暫定1位で、暫定1位、暫定1位で。じゃあそのさっきのちょっと開けるところが大きいっていうところで、はいはい、ハイランドパーク、おー、いいね。これは結構僕自信あるんですよ。ハイランドパークいいんじゃない、意外と1位出しちゃうかもしれない。あ、いい、いいんじゃん、いいんじゃん、いきます、うん、あーどうですか今の。あ、はい、嫌いじゃない、嫌いじゃないですよね、うん、今のもいいですね。あ、いいんじゃ1位を、1位をハイランドパークにしますか。 OK、 いいよ。すみません。じゃあ、はい、やっぱりこちら、このスペイサイドのスコッチ、スペイサイドの、はい、やっぱりロールスロイスと言われているこのマッカラン、マッカラン、はい、これやっぱりいい音するでしょうよ。はい、いや、これはでも期待はしますね。言います。あ、うん、なんかエドラダワーにちょっと近い。もう一回いくわ。はい、あ、あかんわこれは。いやー、ちょっと待ってください。これ暫定1位ハイランドパークです。そうやね、はい、ちょっと K みたいな音になってたな、はい、ロールスロイスではありませんでした、はい、K、 K、 K です、 K 自動車です、はい、K 自動車の音がしましたね。あ、グレンファークラス、グレンファークラス、いきます、うん、あ、あ、どうすか。あ、俺好き。ちょっと一回ハイランドパークもう一回やってもいいですか。いくよ、いきますあれあれあれ、こんな音でしたっけ。あれ、あの時のハイランドパークの感じなくなってんな。もう一回いきます。あれ、あ、あれ、あれ、あ、じゃあもうこれはもうグレンファークラスが、うん、グレンファークラス、あ、1位、グレンファークラス1位で行こうか。ああ、あれ行こうか。え、ジャパニーズウイスキー山崎。いや、え、これえ、コルクじゃないですけど大丈夫ですか。え、嘘嘘でしょ
そんなことありますあれ山崎コルクじゃなかったっけ、はい、響きがコルクです。そうか、じゃあ響き、はい、いや、びっくりした、はずいやん。いくよ、はい。何ちゅう音してんねん。テーブルのゴンが大きかったことですか。もう一回行くわ、はい、全然あかんわ。全然じゃないです。違う、あ、ジャパニーズウイスキーは響きはちょっとダメという、ね、あかんねえ。ボトラーズいってみましょうかね。ボトラーズの、はい、こちら出た、オールドマスターズという、これアードモアですね。アードモア、アードモアのボトラーズ、これジェームズ・マッカーサーが選んだ、はい、ジェームス・マッカーサーいきます、うん、あー、あー、いい音いい音いい音、なんかキュッキュッっていうキュッポンみたいなのが俺は結構好きよね。うん、あーでもう一回グネファークラス一回いってみます、うん、あ、うん、あ、せーので指さします、どっちがいいか、うん、暫定で、うん、いくよ、はい、せーの、あー、うわ、かぶった。俺はあのキュッていう音が好きなんよ。あー、そうか、だからポンって言うてるのキュキュキュっていう音が好きなんよね、はいはいはい、じゃあこっちですね、いいよ、はい、こっち暫定1位ということで、オールドマスターズです、今のところ。じゃあ小玉さんがちょっとね、俺、はい、あ、こいつ意外と攻めましたよ、これ、うん、アイラジャーニー、はい、アイラジャーニー、アイランドの美味しい、ウイスキーを全部ギリッと混ぜた、はい、彼がどんな音をするか、はい、お、いいね、結構いいかもしれないです、これいいね、はい、あ、あ、これだ、これちゃう、うわ、来ましたね、これも下がってアイラジャーニーが、アイラジャーニーじゃん、でもアイラジャーニー来られちゃったらもうこれで太刀打ちするしかないですよ。ビッグピートね、ビッグピートで、これもアイラの、うん、もう臭いやつを集めたウイスキーなんで、いきます。微妙やな、微妙か、ちょっとどうします、ラスト1本ずつ、ラスト1本ずつ、はい、はい、え、いいよ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、あの、いや、テキーラのパトロン行こうとしてるじゃないですか。いや、まさかの、まさかの、はい、いや、そんなはずないと思い、はいはい、思いも込めて一回やってみますか、やってみようかな、はい、テキーラ、はい、これがええ音だったらどうしよう。あー、ちょっと待って、これやばい、めちゃくちゃ、ちょっとめっちゃええ音すんねんけど。ちょ、え、え、今の1回がもしかしたら奇跡かもしれないんで、ちょっともう1回お願いします。こ、さっきこれいくな、あ、そうですね、はい、あー、あー、いい、あー、でもいいですね、キュピン、アイラジャーニーですよ。 あれ、こっちの方がなんか、なんかええぞ。わー、パトロンだ。ちょっとじゃあそのパトロンの音を超える音を探して、はい、それがなかったらもうパトロンの優勝になってしまうんで、あ、じゃあもう僕はもう本当に大本命出た、お前好きなやつやん、僕の一番もう味も匂いも全部一番好きなアバフェルディを、いきます、はいはい、いきます、うん、お、うわー、すごいね、来たんじゃないですか、高いね、音が向けてますね、あ、あ、パトロン行きましょう、あいや、今のあれ、なんかさっきこんな音しました、あ、どんなアホみたいなあの表情になって言ってるわ、はい、いや、わかりました、これアバフェルディ、わかった、はい、というわけで、はい、本日の、はい、キャップを開けた時の音気持ちいい対決、はい、優勝は、はい、アバフェルディ順でーすアバフェルディでしたね、はい、はい、いや、途中パトロンが出てきてどうしようかと思いましたけどほんまやな、よかったです、アバフェルディやって、素晴らしい、これも開けた時の音、もう一度じゃあ、はい、
ウィニングキャップ開けた音。あおおいい音やね、いい音を聞きたいなと思ったら、皆さんぜひアバフェルディを飲みに来てください。はい、はい、というわけで以上本日は、ご視聴ありがとうございました。またいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、なんやこの企画ありがとうございます。変な企画でしたけどありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。